両選手に対してグローブの取り付けが行われますが、ここで今日の放送席を皆さんにご紹介したいと思います。いつものように元世界チャンピオンの皆さんをこの放送席にお迎えいたしまして、解説をお願いいたします。ファイティング原田さんです。よろしくどうぞ。小林博さんです。よろしくお願いします。そして浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずファイティング原田さんに伺います、はい、今日のこの試合予想はどうですか。そうですね、僕はどっちに勝つにしてもですね、これ KO で決まるんじゃないかと思いますね。判定まではいかない。いかないと思いますね。早い回だったらやっぱりマークじゃないかと思うんですけどね。後半に入って高橋、でもどっちにチャンスがあるかも分かりませんけどね、はい、やはり最近の高橋君チャンス見てからですね、追い込みが激しいですからね。その追い込みでやっぱり期待もしたいですね。勝負どころを使うのは上手いですね。そうですね、上手いですからね、はいはい、そして小林博さん、はい、マークはどういう試合をしたらいいんでしょう今日は。やはりどっちかというとですね、高橋君が足を出てくる使ってくると思うんですよね。その辺をですね、うまくこうパンチを外しながら高橋君のまっすぐ下がるところを狙ってね、合わせるクロスなんていうのはね、僕は効くんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、浜田剛さん、はい、高橋はですね、はい、やはり世界タイトル挑戦という道がこの試合で大きくこう近づいてくると思うんですね、はい、そういう意味での大事な試合だと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、今日勝てば世界ランキング入ることになりますから、本当に今日は高橋も言ってましたけど、1ポイントでもいいから判定でもいいから勝ちたいと、その興味が出ると思います。なるほど。そして、リングサイドには今日ゲストを二方お迎えしております。船越さんお願いします。はい、もうボクシングファンにはおなじみの お二人をお迎えしております。まず映画のブルーリボン賞を受賞されまして、もう性格俳優として確固たる地位を築かれました。そしてまたプロボクサーのライセンスもお持ちの片岡鶴太郎さんです。片岡さん、まず両者に一言ずつ期待を込めてお願いしたいんですが、とにかくどちらが勝ってもおかしくない試合なんで、とにかく僕はもう今日も汗びっしょりなんですよ。もうとにかくいい試合を、ベストファイト期待しております。そしてもう一方です。女優の浜優子さんの長男で俳優の香川照之さんです。香川さんは熱心なボクシングファンで、日本タイトルをはじめほとんどの試合をご覧になっているそうなんですが、もちろん両者の試合も見ていると思うんですけれども、さあどういう試合になるでしょう。一言で。総合力ではやはり6部支部でマークが有利だと思うんですけども、日本の期待が高橋かかっているってこの雰囲気で分かりますからね。頑張ってほしいです。両者もう二人とも焦りしちょい真剣にこのリング上をご覧になってます、はい、さあそれで、ここで、両選手の体格比較をちょっとご覧いただくことにいたしましょうか。左高橋、右マーク堀越。まずマークの体格をご覧いただきます。身長が162センチ、リーチが165センチありますが、この身長の差が果たして試合でどう出るか。高橋は身長が2センチデビュー当時から伸びまして170センチです。リーチは173センチ。このあたりが一つの試合を分けるポイントになるかもしれません。さあ、まもなく試合開始のゴングです。のリミットちょうど 55.3 キロです。マーク堀越チャンピオン。15.3 キロ、122ポンドです。ジャッジは内田正和さん、森田健さん、注目の一戦分けるレフェリーは島川武史さんです。はい、タイトルマッチ10回戦、日本ボクシングコミッションルールに基づいては絶対に反則をしない。ボクシングファン待望、人気実力その両方を兼ね備えた合わせ持った選手同士の対戦が今実現しようとしております。日本ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、
注目の第1ラウンドが始まります。右ゴールドに黒いラインが入っております。マーク堀越八戸帝拳ジム第16代日本ジュニアフェザー級のチャンピオンです。今日が19戦目。一方左に回りましたシルバーそしてブルーのラインが入っております。トランクスをつけているのが阿部ジムの高橋直人、日本ジュニアフェザー級の1位。今日が18戦目です。ともに11戦目でマーク堀越は現在持っておりますジュニアフェザー級のタイトルを、そして、高橋はバンタム級一階級下のウェイトになりますがバンタム級のタイトルをデビュー以来11戦目で手にいたしました両者。そして今日が19戦目のマークに対して18戦目の高橋と、原田さん、はい、キャリアの点ではほぼ互角ですね。そうですね。でも非常に僕ね、はい、もっと高橋君が硬くなってると思ったんですけどね、リラックスしてますね。そういえば試合前の控室の表情でも非常にリラックスしてましたね。チャンピオンの方なのかこういうショットが硬いのかっていう感じがしますけどね。そうですか、はい、小林さんは今の原田さんのお話どうご覧になりますか。うん、そうですね、チャンピオン硬いですか。いやそんなでもないと思いますね。やはりあの最初ですからね、はい、手の内を見ようっていうんでしょうね。はい、はい、安倍幸四郎会長は高橋に対して1ラウンドはとにかく左だけを使え、左だけを使ってまず相手の出方を伺えという指示を出しております。一方のマーク堀越の方も、まあ自分のこれまでの試合展開から言っても第1ラウンドは相手の出方を伺うラウンドになるでしょうということを言っております。やや積極的に攻めておりますのが高橋直人です。浜田剛さん、はい、出だしどうですか。そうですね、あの高橋君がもう少し、力んで前に出るかと思ったら本当にリラックスしていいんじゃないかと思います。やはりいいですか。はい、そうしますと非常にいいコンディション、集中してこのリングを迎えることができたということが言えますね。まあ、あの負けん気が強いものですから、はい、どんどんこの試合を前に出ると思ったんですね。そうですけどリラックス本当にいいんじゃないかと思います。はい、デビュー当時からチャンピオンのマーク堀越はやや精神的に気の弱さという面があるんでそれが心配だというのが五戸貞弘会長の話でありましたが、従いましてもし先手先手と攻めてこられるとマークの方がちょっと萎縮してしまう面もこれまでは見られたこともあります。しかし今やチャンピオンになって6度の防衛を果たしているマーク堀越、それも全て KO 勝ちで防衛を果たしているという強打者、一発のパワーを秘めております。右側のマーク堀越です。手数では第1ラウンド左側の挑戦者がやや上回っております。まもなく第1ラウンドが終了します。第2ラウンド第3ラウンドと何か一発の予感を秘めてそんなことを予感させるような第1ラウンドが終了いたしました。採点はファイティング原田さんと小林博史さんにお願いいたしますが両者互角であります。さあこの第1ラウンドの滑り出しを今3分やってみましてファイティング原田さん、はい、先ほどちょっとマークの方が硬いかなという話ありましたけれどもいかがですか。そうですね、やはりマークの方がそういう感じ受け身ですがしょうがないと思いますけどね、はい、ちょっとそうかなという感じですね。慎重なスタートということも言えるかもしれない。そうかも分かりませんね、はい、高橋君は非常に今日リラックスしていると思いますね。さあ小林さん、はい、この高橋の表情あまり変わらないですね試合前と。そうですね、ひょうひょうとしてるというか。そうですね、もうね、ガッとなる選手ですからね、まあ、リングの上がってね顔色が変わるようでしょうがないですね。なるほどね、はい、そうですか。浜田剛さん、はい、バンタム級のタイトルをね、はい、失った時にはこれは高橋どうなるかと思ったんですけれども本当に見事に立ち直りましたね。そうですね、2連敗の後の3連勝ですから今度、3試合ともいい試合してますから、本当に今日もまたリラックスでいい感じでいけると思います、はい、さあ第2ラウンドが始まっておりますがそれでは両コーナーの表情を伝えてもらうことにいたします。まず赤コーナーチャンピオンサイドは村山アナウンサーです。はい、マーク陣営同じジムのカロス・エリオット選手もこちらで盛んに応援しております、はい、五戸会長第1ラウンドを見てこちらもかなりいいパンチが出ているので、うん、この調子でしばらく様子を見て、うん、行こうと、こういうことです。はい、まだ落ち着いたという感じなんですね滑り出しは。一方青コーナーはどうでしょうか。若林さん、芦田さん、はい、失礼しました。青コーナー挑戦者高橋英ですが出だし非常にいいという安倍会長のお話でした。やっぱりそうですか、はいはい、でですね、その理由として非常にジャブがよく出ているとあと回り込めということですね。しかし、まあ、
ク相手のチャンピオンマークの調子もいいと三者になった、はい、マークの調子もいいと安倍会長が見ておりますが第2ラウンド早くもすごい打ち合いになりました。回り込め回り込めという安倍晃志郎の会長の話があったというんでありますが、高橋も何かこう打ち気に誘われたんでしょうかね。そうですね、打ち合いすると負けないですからね、はい、その点僕ねマークがやっぱりガードが下がりますからね、マークの方が下がります、下がると思うんですね、はい、だからその点高橋にあのチャンスが生まれてるんじゃないかと思いますからね。そうですか。ただでも微妙ですからね、これはもう一発両選手ともありますからね、はい、さあマーク左、これまでのタイトルマッチを見ておりますとマーク堀越というのはどちらかと言いますと第3ラウンドまではややスロースターターの感じがありまして、相手の出方を伺う、そしていつでも自分は相手を倒すことができるんだという余裕が伺えましたが、今日は第2ラウンドからかなり厳しい表情でパンチを繰り出しております。背中を見せているマーク堀越チャンピオンです。今日もしこの試合をナックアウトで飾ることができますとチャンピオンにとりましては防衛の試合が全て簡単だった。さあチャンスだ、高橋が攻める、青コーナーに攻める、右、打ち返した、打ち返したマーク堀越、左右のハック両者ここは我慢のしどころ、離せませんね、これは分かりません、おすごい、右、またカウンターだ、右をクロス、マークはアッパーを見せる。第2ラウンド激しい攻防を繰り広げております両者。いやボクシングファン、あるいはマーク堀越を知っているファンにとりましてはこれは予想外の展開かもしれません。浜田さん、はい、私は今そういうふうに申し上げたんですがね、はい、これまではこのマーク堀越というのはどちらかというと4ラウンドあたりからの滑り出しという感じだったんですよ ね、 そうですね、あの相手がやっぱ強いもんですからね、高橋君ですから、はい、やっぱり出なくちゃいかんという気持ちもあると思います。そうですか。さあこの激しい打ち合いをどう取るか。いやとてもいい打ち合いなんですね。第2ラウンドはイーブンです。第2ラウンドの2分過ぎの打ち合いです。高橋の右がまず当たりました。そして一方的に追い込んだんです。これ打ち返しましたマーク堀越です、うん、いや第2ラウンドの中盤でファイティング原田さんが目を離せないという話ありましたけれども、本当にこれは分かりませんね。そうですね、ちょっと本当のも微妙ですからね。そうですね。ただ高橋君がいいのはですね、ちょっとバックステップして右ストレート打ってますでしょ、はい、あれがやっぱり武器なんじゃないかと思うんですよね。右ストレートですか、ちょっとバックステップのね、マーク堀越はこの自分とそれから高橋の戦力を比較しましてね、スピードそれからテクニックではほぼ互角であろうと、パワーでパンチのパワーで自分の方が上回ってるんじゃないかと、こう言ってるんですけど、まあそうでしょうね、パンチありますね。それをうまくやっぱり殺せるか殺せないかですよね高橋君、ね、だからそれはやっぱりバックステップしたりですね、はい、ウィニングしたり殺してると思うんですね。で高橋がバックステップしてウィニングしながらですね、右のストレートカウンター打てますからね。そうですね、どっちかというとマークがその左を落としやすいですからね、はい、ただ小林さん、はい、この両者というのはですね、はい、そのパンチを寸前のところでかわすテクニックというのを持ってるんですね。非常にね、勘のいい選手ですよね、2人ともね、はい、ですがこの勘の良さがですね、非常にこのいいボクシングをするわけなんですけどもね、はい、お互いにね、力じゃないんですね、ものすごいスピードがあるわけですよ、はい、そのスピードのあるパンチを目先でかわして、なおかつ自分のパンチを打つっていうね、最高のテクニックがあるわけですよね、はい、それがやはり見ものですよね、はい。高橋がロープを背負いましたが、浜田さん、はい、攻めきれませんね、マークが。そうですね、やっぱり高橋君パンチありますから、やっぱそこのところ警戒してると思います。ああ、そうですか。マークのワンツーです。橋田さん、はい、安倍会長ですけども、1ラウンドの展開、はい、驚いたと言ってますね。第2ラウンド予想外だと言ってます。あ、先ほどの打ち合いですね、はい、第2ラウンドですね、ただ打ち合うんではなくて距離を取れ、回り込め、正面に立つな、ガードをしっかりとやっぱり噛んで含めるように、冷静に冷静に生きり立つ高橋を冷静に倒すように話してました、はい、以上です、はい、あれなんですね、さあここから行きます。相手に打たせた後反撃に出ます。今日は両者ともに相手に打たせた後反撃に出る、そういう展開打ち負けていません。これはタッチを打ちます。はい、インサイドに入ってからやっぱりマーク上手いですね。インサイドはマークが立ちますか。で、まあ、高橋君と一緒でやっぱり、あーっとマーク打たれた、高橋打たれました、ちょっとグラッときました、マークが追います、右左が当たります、右やや構成か、マーク堀越、もしこの試合でもナックアウトで決着をつけますと7連続 KO 防衛という、日本では
あの串木野純也さんがマークいたしました10連続 KO 勝ちの防衛記録に肉薄するような記録を打ち立てることができます。右側マーク堀越、国籍はアメリカテキサス州のアントニオ生まれ、サンアントニオ生まれであります。この試合に勝って、そして世界挑戦を確実にものにして、初の防衛戦をお父さんが亡くなったカリフォルニアでサクラメントで防衛戦を飾りたいという、そういった夢を持っております。マーク堀越が攻めます。引いた、これだけ止めた、ゴングですか。これはダウンではありません、ダウンではありません。ゴングと同時、10対9でマーク堀越が取っております。中盤ゴング間近、マークの猛攻です。この右です、そして左をフォローします。ここで終了、この第3ラウンド終了のゴングが鳴っておりました。さあこのダメージどうでしょうか、浜田さん、はい、大丈夫という表情を見せておりますけれども、高橋どうですか。そうですね、このラウンドはやっぱり突き放しながら、離れながら、はい、足使いながら、疲れを、はい、ダメージを、やっぱりあると思うんですね、はい、そうですから、ちょっと今は今のラウンドを打ち合いたくないですね。そうですね、はい、橋田さん、はい、チャンピオンコーナーですが、はい、やはりこの回が勝負じゃないかと五戸会長言っています。一気に行け、なるほど。橋田さん、はい、高橋の後は安倍会長の大丈夫かという声に大丈夫ですとはっきり答えています。はい、とにかく足を使ってダメージを、さっき浜田さんのお話のように散らせと、少なくしろと。これは打ち返した、マークが強い、マークのパンチが上回っている。赤コーナーに乗り込んだ、足を使った、回り込んだ。さあ高橋のボディを攻める、マーク取り出し、パンチを浴びせかける、右のアッパーから左のアッパー、左のダブル、高橋が一発を狙っている。マークもまだ分からない、打ち返すがマークが打ち勝っている。ロープを背負った、マーク猛攻、懸命のディフェンス、高橋打ち返す、力がない。マークは攻めるでしょう、どう攻め上げるか。マーク堀越懸命にアンブロック、腰がちょっと落ちた、高橋腰が落ちている。島川レフェリーが慎重に見極めている。ニュートラルコーナーの猛攻です。マーク堀越チャンピオン、ボディを攻めるマーク。さあここを持ち答えられるか、高橋が打ち返した、高橋打ち返す、ノーガードで打ち返す。顎は開いている、高橋は顎は開いています。休んだ、両者休んだ、高橋いきなり、さあ一転して攻防が逆になった、足で来た、さあ逆転した、いっています、左足がもつれています、完全に効いています。時間はまだたっぷりあります。さあ高橋チャンスだ、フィニッシュのチャンス、来てる、自ら持たれた、足が効いている、踏ん張りが効かない。マーク堀越スリップという声を出しておりますが、2度目のダウン。さあマーク堀越ピンチ、チャンピオンピンチ、挑戦者は優勢に試合を進めている。体を預ける、もう力がない、力がない。チャンピオン、これはどう耐える、挑戦者優勢、挑戦者攻勢。カーロス・エリオットがくっつけと言っております。しかしくっつけません。今度はマークの右が当たった。まだ逆転がある。大変な声援です。さあ右が当たった。マーク懸命に立っている。猛攻だ、高橋の猛攻だ。足がもつれている、チャンピオンが足がもつれた。時間がない、第4ラウンド時間がない。ゴングに救われるか、マーク堀越ちらっと時計を見た、これで第4ラウンド終了。マークよく持ちこたえた、よく耐え忍んだ。しかし10対8、原田さんは10対8、小林さんも10対8、高橋がリードいたしました。いやーこれは分かりません。いやまずこのマークの表情からどうですか。いやしかしマークもやっぱり意地があって頑張ってますね、はい、普通じゃ終わりですよ、あれでは。そうですね、完全に左足が、ね、足が効いてますからね、すごいファイトですね、やっぱりね、はい、やっぱりチャンピオンの意地ですね、これは。そうですね、小林さんはどうご覧になりました、今の攻防。もうね、これはね、お客さんが見ていてね、そのものズバリのね、ボクシングですよ。もう僕ら何も言うことないです。いや本当にこれは浜田剛さんのね、はい、デネアレコンド戦以来の何か興奮を私は味わってるんですけどね。高橋君本当によく辛抱しましたね、さあ試合は第5ラウンド、
ナックアウトの期待が膨らんでまいりました。これは両者に言えることであります。さあお聞きください。超満員の後楽園ホールにナオトコール。まだちょっと右足を引っ張っている。足がちょっとおかしいですね。そういう感じですね、はい、ということはナオトはここは攻めた方がいいですかね。やっぱりあのカウンターを狙ってるんじゃないですかね彼も。ナオト君やっぱり相手が出てくるところの右ストレートね、はい、あれがやっぱり一発に決まったんですよね。あれがやっぱりいいと思いますね。ちょっと足がもつれています。しかしナオトも第4ラウンドの終盤に打たれましてちょっと腰が落ちています。だから逆に不意にやっぱり打ち合いできないんですよね。まだまだ打ち合ってると感じありますからね、はい。高橋尚人の名伯楽、安倍晃志郎会長の奥さんは現在病床に伏しております。その奥さんから前の試合で送られました銀色のトランクスをつけて高橋尚人が今この試合をリードしております。もしこの試合に勝ってチャンピオンベルトを手にすることができたら安倍晃志郎会長は高橋をその病床の奥さんのもとに連れていくんだと言っております。距離を取ります。やはり浜田さん、はい、この高橋も先ほどの攻防で打ち疲れっていうものもあるかもしれませんね、はい、このラウンドは。そうですね、今疲れてるところに打たれると全く効くもんですから、はい、ですから今のままでいいんじゃないかと思います。このラウンドはちょっと足を使って、はいはい、それで高橋君打った時に体流しますから、はい、そういうのはやれるべきじゃないですね。体を流す、流したところをちょっと危ないですから、はい。さあ小林さん、はい、マーク堀越の追う足はどうですか。ちょっとまだ今のところ、ね、まだもつれてるんじゃないかなって感じますね。まだダメージが残ってますね。今のパンチも流れてますからね、はい、で本当に実はここはチャンスなんですけどもね、はい、高橋君はね。高橋はね、はい、第5ラウンドもあっという間に2分が終了しました。残り1分を切っております。高橋が攻める。しかしこれは向こうの右、これは効いた。早い右だ。赤コーナーをちょっと見ました。チャンピオンのマーク堀越首をひねった。自信が揺らいでいるのか。チャンピオンのマーク堀越、しかし先ほどのラウンドも終盤には打ち返しております。チャンピオンのマーク堀越、このラウンドも分かりません。いくら先手を取っても逆があります。逆転が、これは危ないです、はい、高橋君のこれが悪いところですよね。さあまたロープを背負った。おお、また右が当たった。第5ラウンド時間がない。おー、マークの左が当たった。第5ラウンド終了しました。このラウンド難しいな。原田さんは10対10、小林さんは10対9で高橋のラウンドです。第5ラウンドの終盤、高橋が攻めました。追いました。これで決まるかと思ったんですが、この左でなんとか体勢を立ち直しました。チャンピオンのマーク堀越、八戸帝拳。さあ出てきます、果敢に出てまいります。マーク堀越、試合は第6ラウンド、あっという間に前半が終了しました。非常にその試合展開が早い。あっという間に第5ラウンドを終了して試合は終盤に入っております。さあマークがフットワークがもう乱れを見せていないのでしょうか。積極的に前に出ます。カウンターを狙うというお話がありました。高橋尚人、ともに全日本の新人王にも輝いたことがあります。そして日本タイトルも手にしました。向こう側の高橋尚人にとりましてはこれが2階級制覇、そのジュニアフェザー級のチャンピオンになるチャンスであります。一瞬の隙をついて右を狙ってまいります。高橋尚人挑戦者。第5ラウンドは立ち上がりちょっと落ち着きました。終盤に高橋の猛攻がありました。さあ今度はマークの猛攻だ。第6ラウンドは一転してマークの猛攻です。高橋が左を伸ばしてカウンターを取ります。小林さん、はい、マーク堀越はいつものように状態をですね、触れないくねとするというね、そういうテクニックをもう忘れているんでしょうかね。これはそうでしょうね、まあ、彼は非常に冷静なんですけどもね、はい、はい、今日はちょっとそういった防御の技術を見せません。相手に打たれるままに任せてその後打ち返します。
左、高橋の右から左が当たりました。今度はマーク、ボディを攻める、そして打ち上げる。高橋耐えた。高橋の表情は変わっておりません。青コーナーで阿部会長が右手を水平に波を打たせるようにしてフットワーク、フットワークという指示を出しております。果たしてそれが目に入っているか。残り1分になりました。第6ラウンド。橋田さん、はい、あの手の動きとかのにあの言葉でも回れ回れと言ってるんですが、高橋よく反応してますよ。あ、そうですか、はい、心配ないですね。そうですね、はい、高橋直人、ここでまた回りました。右に回りました。このステップワークには自信があるんだという阿部会長。原田さん、はい、こうして落ち着いた状況があるかと思うと、一転してこれですからね。そうですね、この試合は分かりません。ナイス、予断を許せませんね。そうですね、絶対離せませんね、この試合はね。マークが今度はニュートラルコーナーに追い込んだ。またステップワーク、見事ステップワークを見せま す、ね、はい、コーナーワークを見せます。高橋、第6ラウンド、時間が10秒を切ります。このラウンドはこのまま終わるのか、それとも波乱があるのか。高橋が空振りをしたところで第6ラウンド終了いたしました。このラウンドは10対10の互角であります。堀越、今回はジムメイトのリック・ロバーツ、上村隆之、あるいはカルロス・エリオットらとスパーリングを積みまして、これまでの数倍のスパーリングを積みました。一方左側の高橋の方は103ラウンドのスパーリングを11月の25日から積んでこの試合に備えております。阿部幸四郎会長の指示にうなずきました。高橋直人、ここまで試合がもつれているだけにポイントの上ではそれほどの差は開いていないと思います。このまま判定までいくのか、それともまだまだ波乱があるのか。試合は第7ラウンドに入っております。芦田さん、はい、チャンピオンコーナーで先ほどから盛んに大きな声で声援を送っているカルロス・エリオット選手にちょっとお話聞いたんですが、はい、やはりマークはいつものパンチのスピードがないと、大振りになっていると、もっとボディをボディをという盛んに大きな声を出していますね。なるほど、ボディを攻めたい、はい、はい、マーク堀越陣営です。おまたちょっと足元がもつれました。フットワークが乱れました。マーク堀越、さあここから攻めるか。しかしこれは耐えている。これは完全に守りに入っております。そしてこの反撃です。高橋直人、今度はマークの左が伸びました。ようやく高橋のパンチを外す、そういった状態のテクニックが出てまいりました。マーク堀越、第7ラウンドにいたしましてちょっと落ち着いてきたか。マーク堀越、第4ラウンドには完全に足に効くようなダウンを奪われました。しかしよくその後耐えました。回復しましたね、はい、本当にね、回復しましたね。マークね、この回非常にいいですよ。そうですか、はい、今も高橋の左を完全に、のけぞるようにして、これはディフェンスの技術であります。今度は逆に打った、逆に見合った。高橋も上体を曲げる、ダッキングをしてかわす、ウィービングをしてかわす。マークが左右のフック、これちょっとやっぱりマークもさっきあのカルセイと言ってましたが、じゃあボディが少ないですね、はい、上ばっかですね。下返すともっと面白いですね。浜田剛さん、はい、カルロス・エリオットはちょっと今日はパンチにスピードがないというふうにマークについて言ってますけども、浜田さんはどうでしょう。ですね、打たれるとやっぱりスピードなくなるもんですから、それを打たれたからだと思います。あ、そうですか、はい、高橋君のパンチがそれほどそれぐらい入ってるということだと思います。なるほど。さあまたここは自らロープに背負って、そして反撃に転じます。この反撃にお客さんがどっとどよめきます。超満員の後楽園ホール。これまでマーク堀越は19戦をいたしまして、10ラウンドフルに戦ったのは2戦、そして2勝であります。一方の高橋はこれまで17戦いたしまして、10ラウンドまで最後まで持ち込んだのは2回ありまして1勝1敗であります。その1敗がバンタム級のタイトルの2度目の防衛戦でありまして、門山宝石ジムのちょっとこれは打たれております。どうでしょうか。小林千明に敗れた試合でありました。さあここはマークが攻める、
マークが攻めたところで第7ラウンド終了いたしました。このラウンドは久しぶりにマークが取りまして10対9であります。さあ1分過ぎのマークの構成です。その後のマークの攻めフォローがありました。完全に4ラウンドのダメージからは回復しているようです。マーク堀越、ここまで放送席のファイティング原田さんは両者イーブン、そして小林さんは高橋がわずかにワンポイントリード。濱田さんはここまでどういうふうにご覧になります？そうですね、高橋君の負けん気の強さが、今いい方に出てると思います。そうするとやや高橋優勢かという、私はちょっとそういうふうに見てます。そうですか、はい、しかしいずれにいたしましても現在のところまでのポイントは微妙であります。このでも6回 7回ぐらいからですね、ちょっと高橋君弱々しいとこ見せるんですよね。そうですね、弱々しいというのは気の弱さ、打たれてですね。そうですか、はい、結構置いてますけどね。はい、若林さん、安倍会長の指示もですね、自分で回復しましたね。安倍会長の指示もですね、はい、精神的なもの、チャンピオンになるのは難しいんだよ、厳しいんだよと、そういうものに変わってきました。はい、さあマークが攻める、打ち返した、高橋打ち返した。高橋がロープを背にいたしますとどこまで安心して見ていていいのか、ちょっとこれは分からなくなってまいりましたが、現在のところではまだ高橋が打ち返す力があります。自らロープを背負って相手に打たせておいてその後カウンターを取るという、そういった作戦、高橋にはまだその余力があります。ただちょっとスピードが落ちましたね、高橋君ね。そうですか、はい、ということはあまり自分から下がるのは良くない。良くないですね、はい、これでね、精神的にちょっとマークの方が楽だと思うんですよ。あ、今度は上になりましたか、マークが。ボディを打ち上げましたね。ボディを狙っています。ボディを打ちました、マーク堀越チャンピオン。挑戦者の高橋、手数が入った。これは効いた、これは効いた、これは効いてしまった。これは効きました、マークの右。苦しそうな表情だ、悔しそうだ。高橋にとりましてはこの試合初めてのダウン、両者1回ずつのダウン。さあここはマークが攻める、おそらく攻めるでしょう。マークが攻めた、高橋逃げる、高橋逃げを一発返す。左右のフックだ、高橋も左右のフック、相打ち。第8ラウンド、マーク堀越がこの試合初めてダウンを奪いました。さあ形勢を逆転することができるか、マーク堀越。高橋君は前に出た方がいいと思います。下がっちゃいけないですよね、前に出たい。逆に当たったら前に出た方がね、高橋君としてはいいんですよね、はい、高橋直人、はい、口の中を切りました。高橋直人、右のストレート、ガードを高くして前に出るべきだと思いますが、先ほどは完全に効きました。キャンバスに両手をつきました高橋直人、この試合初めてのダウンが8ラウンドに奪われております。高橋としてもそれでも右を振ります。素晴らしいこの気迫、勝負根性でやります。マーク堀越、打倒マーク堀越にかけるその執念を見せます。挑戦者の高橋、ここで第8ラウンドが終了しました。このラウンドは10対8でマーク堀越が取りました。この試合初めてマークがダウンを奪ったシーンをご覧いただきましょう。原田さん、やはりこれもですね、高橋が自分からコーナーに下がっていったところでしたね。そうですね、いいの聞きましたね。でもやっぱり大した両選手ともファイトですね。素晴らしいですね。いや、やっぱり一生懸命練習やった甲斐がこれだけいい試合して打ちないんですよね。もう俗な言い方ですけれどもね、これは両者に勝たせたい、そういうそんな試合ですよね。本当そうですね、さあ試合は第9ラウンド、残り2ラウンドしかありません。もうすでに試合時間は6分を切っております。明日さん、はい、安倍会長の話、チャンピオンは目の前だ、打ち合うな打ち合うな、離れろ、カウンターだ、以上です。はい、マークが攻めます。さあここまでの展開をゲストのお二人はどういうふうに読んでるんでしょうか。船越さん、片岡鶴太郎さん、いやー、まあ、手に汗握るという感じですね。あー、もうとにかくね、ロープショった時の高橋は、ね、非常にね怖いですよ。やっぱりスリーディングですね。あのパンチやっぱりマークありますからね。両者ともパンチがあるし、両者とも、打たれ弱いという面がありますからね。もう非常にスリーディングでね、もう目離せないです。香川さんは先ほど下がった時にいつもほど高橋のキレがないんじゃないかというふうにおっしゃっ
さあ、マークの右、あーっと高橋引いた、足がもつれた、マーク攻める、ここは攻めるでしょう。香川さんのお話はちょっと中断させていただきます。さあ、ここはマークどういう風に攻めるか、落ち着いたかな、高橋打ち返した、マーク攻める、ニュートラルコーナーに追い込んだ、おっと、今度はマークだ、マークの足が効いた、高橋攻める、一転して高橋、これだから分かりません、大丈夫大丈夫と両手を広げました、マーク堀越、さあ足に効いている、足が効いている、チャンスだ、高橋チャンス、高橋チャンス、腰が落ちた、いた、ダウン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 、まだ1分あります、まだ第9ラウンド1分あります、よく高橋反撃した。さあ今度は回復はどうでしょうか、笑っています、マーク堀越笑っています、これは強気な表情か、それとも弱気の表情か、さあここは高橋攻める力があるか、この試合2度目のダウンを奪った高橋、体を預ける、急に出てくれですね、ここでね、高橋はね、おー、見え切った、これはフィニッシュか、これはフィニッシュか、大丈夫大丈夫と言っている、もろもろ、試合終了、新チャンピオン誕生、高橋直人逆転 KO、 新チャンピオンが誕生しました、チャンピオンベルトをものにすることができました、第17代日本ジュニアフェザー級のチャンピオン高橋直人、22歳の青春が爆発しました。お聞きのようにナオトコールです。小島事務局長から認定証の授与です。まさに視力を振りつぶし尽くしての、振り絞っての戦いでありました。見事な KO 勝ちです。ファイティング原田さん、はい、この試合の決着をどう表現したらいいんでしょうね。そうですね、これね、高橋君もね、コーナーで待ってる時ですね、ゴムの木の時に自分で倒れてきましたよ。これはもう本当にやっぱり一発の差ですね。本当にもうどっちとも言えないですよ、はい、マークも頑張りました、一緒ですね、チャンピオンのマークも称えたいと思います、はい、4ラウンドにダウンを奪われた後よく盛り返して、第8ラウンドにダウンを奪い返したこのマーク堀越、高橋も足がやっぱりまだね効いてますよね、効いてますね、まだこれだけの力があるというデモンストレーション、阿部幸四郎会長です。喜びをこういう形で表現します。公式のナックアウトタイムは9ラウンド2分42秒であります。9ラウンド2分42秒高橋直人がこのマーク堀越を破りまして、第17代の日本ジュニアフェザー級チャンピオンに輝きました。ギャリペーパーが今来たんですが、ここまではマーク堀越が1ポイントリード、2ポイントリードが2人で1人ですね、でドローが1人、はい、ですから判定に行けば高橋の勝ちはなかったかもしれないというね、際どいところでしたね。放送席、はい、それでは勝ちました高橋直人選手にインタビューします。高橋直人選手にインタビューします。おめでとうございました。どうもありがとう。さっき足がちょっとねトロフィーもらいながらふらついていました。だけど阿部会長相手に今ミットを叩くように打ちました。2点3点本当にハラハラした試合だったんですが、振り返ってどうですか。いやもう自分じゃ全然わからなかったです。もうすいません。いつもすいませんが多いあなたなんですが、今日ぐらい笑っていいんじゃないんですか。いやベルト持って奥さんとこ行きます。ありがとうございました。この銀のトランクスね、その会長の奥さんがプレゼントしてくれたもの、これで勝利の報告できますね。はい、
皆さんのおかげです。ありがとうございました。世界で夢を一言、世界への道が開きました。夢を一言。ありがとうございました。頑張ってください。おめでとうございます。やはり相当疲れていることは事実でありますが、しかし本当に素晴らしい勝利を阿部幸四郎会長の奥さん美代子さんにプレゼントすることができます。それではここでちょっとコマーシャルをご覧いただきましょう。